元気だよ。昨日の私タイムちゃんというラジオをレギュラーでね、毎週やらせてもらってるんですけど、それにも連れて行った林の友達を今日も連れてきました。でもね、これ皆さんには非公開だから、ちょっとこの一部分しか見せれることができないんですけれど お見せしますね、せっかくだから。そう、ワンちゃんのぬいぐるみですよ。こんばんは、ヤッホー。何してた今日は。元気？お疲れ様です。ありがとう。みっちゃんかわいい。ありがとう。はじめまして、はじめまして。そう、これはまだ本当配信今日は撮らないと、本体も見せられないし、お名前もちょっと教えることができないんですけれども。今の、ちょっと気持ちの支えにしてる子なので、連れてきてるよーっていう感じです。そう、ということで、前回のメンバーからの宿題をやりたいと思うのですが、こちらです。じゃん。ヤクボへ、ちいかわの真似して、と、そして、エコバッグ借りたままでごめんね、必ず返します。というのが、楓さんから宿題でいただいているので、やりたいと思いますが、私、ちいかわちゃん、実は、漫画で読んでいて、アニメは見てないので、声とか動きは想像でしかできなくてですね、実は。そう、私、漫画派なんですね、実はね。それで、このエコバッグもですね、いつだっけ？年明けすぐに、こう先輩方とご飯に行った時に、ちょっと袋欲しいなって、楓さんがおっしゃってたから、このちいかわちゃんのね、キャラがついたエコバッグをお貸しして、まだ経ってないけど約1年ほどちょっとお貸ししているっていう状態のことをきっと書いてくださっているんだと思います。全然いつでも大丈夫ですので、ぜひ使ってください、ちいかわちゃんのエコバッグとお伝えください。ちいかわちゃんの真似ってめっちゃむずい。みんなわかる？どんな感じか。そう、1年 でもまだ経ってないよ、この年明けぐらいで1年だからね。そうそうそう、全然使ってもらって大丈夫なんで、うちにエコバッグいっぱいあるのでね。そう、アニメわかんないのよ。だからちょっと想像ね、想像のちいかわちゃん、わわん、こんな感じです。違ったらごめんなさいね。そうです。皆さんはアニメも見ているのかな。あ、アニメはわかる、本当。あ、漫画しか見てない派、一緒。そう、ちいかわちゃんがそもそもわからない方もいる。そうだよね、ちいかわちゃんというキャラクターがね、私すごく好きなんです。小さくて可愛い、なんか小さくて可愛いやつっていう、はい、キャラなんですけれども 原作は一緒です、一緒です。そう、ちょっと合ってるか分かんないけど、私なりのこれがね、精一杯のちいかわのものまねでした。あ、そう、久保さんもね、好きなんですよねって聞いて、ぜひお話ししたいなと思っていました。そう、私はいつからかな、2、3年前からずっと応援していて、ちいかわちゃんをね、イベントに行ったりグッズを集めたりなどなど、日々オタ活動をしていますよ、実は。そう、お子さんなんですよ。そうそうそう、ありがとうございます。ということで、もう次の乃木選手権行こうかな。これすごい自信あるから、見てほしくて 今週の競技はスピードけん玉です。ルールは制限時間60秒で、なるべく数多く大皿に球を乗せれるように何度もけん玉に挑戦します。そう、週の中で最もたくさん大皿に球を乗せられたメンバーがご褒美ゲットです。ちなみに今回は、他の皿から大皿に乗せるやり方はなしとなっておりますので、コツコツとね、乗せていきますよ。現状はまだ水曜日なので、お二人かな、あやめちゃんが20回と楓さんが1回なんだって。だから私はあやめちゃんを超えることができれば、ちょっと優勝の兆しが見えるかなという感じで。ですがね、私は、まあ、ご存知の方はあんまり多くないのかなと思うんですけれども、実はけん玉が特技なんです 知ってるのかな、みんな。ちょこちょこね、ちょこちょこやらせていただいては
いるんですけど、ちょっとせっかく競技にもなってるというので、本気でやりたいと思いますので立ってやりますごめんね、これはもしかしたらっていうか多分顔見えないかもしれないんですけれども、それぐらい私本気でやりたいので、で大皿に乗せた回数ね、みんなも数えておいてください。自分だけだと不安なので、どうしよう不安。60秒ね、用意スタートします。いきます、用意スタート。2回、3回、4回、5回、バイバイ、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、はい、終わったー、よいしょ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 ということで31回かなあーよかった、できて。なんかさ、特技だって言ってるのにさ、あんまり上手じゃなかったら申し訳ないなと思ってたので30回やってこれ得意って言ってもいいのかな。じゃあちょっと書きますね。31回、30回で合ってたね、私数えてたけど、みんなも数えてくれてたのかな。素晴らしい、ありがとう。31回、5、24、じゃじゃじゃん、私が31回無事に乗せられました。嬉しい。このまま私を超えないでくれたら優勝することができるのですが、どうでしょうね。32回、本当に、まあでも多く嘘言ったらちょっとあれだから、もしかしたら31回にしとこうかな。16に1回いった本当にごめん、違ったらごめんね。34、待って待って、みんな人によって言うこと違うからちょっと分かんないや。でも私が数えたこの31回にしましょう。ということで、もうあとはフリーになるのですが、どうする、もう一回やる。私もしかめがね、実はねちょっと見えないかもしれないけど、ちょっとやらしてよ。あ、はい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 、見てくださいや、特技なんです、すごいでしょ。そう、結構さ初期の頃からさ、こうプロフィール欄とかにこう特技って書くことが多いんですけれど、なかなかね私胸を張って言えるすごいことがなかったので、ないんですよ。けん玉もなんか申し込めだけじゃないじゃないですか、ルールで言ったらこれしかできないんで、私けん玉特技って言っていいのかなって思っていたんですけれども、それぐらいしかなかったので初期から書かせてもらっています。そう、もう他のことはできないんだよ、実はこれだけなんですこれさ、なんでできるかっていうとさ、本当に不思議なんだけど、私の通っていた小学校が体育の授業の時にけん玉をみんなやるっていう不思議な小学校に通っていて、だからみんなできます、私の小学校の人たちは。でけん玉大会とかっていうのもあって、こう1年に1回全員学年みんな集まって、どれだけ長くもしかもやってられるかとかを競うというね、けん玉大会というものもありました。そうなんです、っていう私の今までのけん玉ヒストリーです、これ本当にみんなできるの。なんか小学1年生で入ってさ、無理だって思うじゃない、なんかやっていくとね、嫌でもできるようになるのよ。そう、すごいよね、みんなできますよ。だからその中で言ったら私は全然上手な方じゃなかったの、下手っぴ、体育とかも得意じゃなかったしね、下手っぴだったんですけど、外に出たらちょっともしかめできるだけですごいねって言ってくれるので助かっております。そんな感じでございます。
お腹すいた、みんなさ夕飯は食べた？今7時40分って、私いつもだったら7時にご飯夕飯食べるぐらいだから、でも今日は食べずに来たからね、ちょっと実はお腹が空いているのよ。みんな夕飯何食べたの？食べた？あ、よかった。お腹減ってたら悲しいからね、みんないっぱい食べるんだよ。そう、食べた、よかった、いいですね。フリートークだって、みんなと喋りたいことあるかな。ちょっと話してもいい？私今大学生でして、大学に通っているんですけれども、すごい朝早い、一限の授業の時とかってジャージとか、なんかほとんどパジャマみたいな格好で、よくないんですけど行っちゃう時があるのよ大学に。そういう日に限って、やこめさんですかって声をかけていったら、なんか申し訳なくなるすごいっていうだけなんですけど、そう、この間もね、すごい朝一番の授業でもうね、ボッサボッサのまま行ったら声かけていただいちゃってごめんなさいっていう気持ちになったの。そう、全然嬉しいんですけど、声かけていただくのは、あまりにも汚かったらちょっと見守っといてもらえると助かります。そう、その時はね、なんかね、朝ってさ起きれないから、もうとりあえず早く行って教室で朝ごはん食べようと思って、ゆで卵をさ朝ごはんの開けようとして、開かねえなーって苦戦してるところをバレてしまった。そう、面白かったです我ながらね。だってさ、もう冬だよ、正味さ、上着着たらさ何着てもさ、なんか大丈夫じゃないと思っちゃうよ私。なんかだんだん林に近づいていっているのか、すごくお洋服のだるぎが増えてきてしまっていて、ゆるい格好でね行っちゃうね。あ、そうそう、私が聞きたかったことがあって、学食ってどうやって食べるんですか？学校によって違うよね、わかんないよね、ごめんね。でもなんか学食のその買い方、食べ方って誰も教えてくれないんですよ。だからずっとわからなくて、通って今3年生なんですけれど、一度も食べられていなくて、どうやって食べるの？そう、食券を買うのはわかんの、券売機があったから多分それで買うんだろうなって思うんです。そっから先がねちょっとわからないんです。なんか何箇所もさ、なんか受け取っとこってない、どこに行ったらいいのとかさ、誰が教えてくれるのそれって、わからないんだよ。Google で調べても出ないのよ、学校の食堂の買い方なんてね、その学校によって違うから当たり前なんですけども、そう、難しい難しい。友達、本当に一人だけ私の友達がありがたいことにいるんですけれど、友達に聞いたら私もわかんないのって言われちゃったから、もう二人揃ってないなっていうわけで、誰か教えてほしいなと思っております。そう、先輩ね、先輩はちょっとわかんない、いないな。そうなんですよ。でしかもなんかいつも混んでるの、学食って。そういうもんだと思うんだけどね。だからなんかその迷惑かけたくないじゃない、その周りの人とか食堂の人にって思ったら、ちょっとはい聞けてね、いないんですねこれね。前の人見てたらわかるよ、本当に信じていいのかな。わかった、挑戦してみるよ。うん。あ、ついてくのはね、まあ、いいのかな、わかるのかな、ちょっと頑張ります。わかりました。そう、あとね、もう一個声かけてもらったお話があるんだけど、この間林とねお出かけしていて、ありがたいことに林さんですかってエパさんですかっていう風にお声をかけていただいたんですけど、こうカバンにつけてるね、なんかキーホルダーを見せてくれたの。それが乃木坂のグッズだったのね。だからわー嬉しいって思ったんだけど、めちゃ筒井あやめって書いてあって、それって待って、これ喜んでいいのかなっていう、ちょっと分かんなかった、どういう反応をすればいいのかっていう話です。あやめちゃんだってなった。すごい乃木坂をね好きでいてくれて、グッズとかつけてくれてるのもすごい嬉しかったんだけど、あでも私たちはいないかとなってしまったということです。面白かったです、それが。でも喜びました、すごくありがたいことなのでね。どういう反応が正解だったのか、ちょっとファンの皆さん的にはどうでしょうかこれ。あ、それでいい。あ、本当にちょっと難しかったですねこれ、反応がね。そう、
コントやん、本当でしょ。そうそう、いや本当にあの自分をつけてくれてないのとかじゃなくて、どういう反応があのだったら喜んでもらえたんだろうなっていうあの疑問の方でございます、これに関しては。そう、突っ込んでほしい。いやそうなの、そうなの、どれが正解だったんだろうね。でもちょっとそれが面白かったし悩んでしまいましたっていうことでした。あとあるかな、最近のことみんなと喋ることあったかな。モノポリーね、そう、私昨日のラジオでかけさせてもらったんですけど、発音をね出る前にすごい確認していったの。モノポリーが確か正解合ってるよね、モノポリーなんだけど、そのあまりにも発音を意識しすぎて、どうしようってなってたらモノポリーって言ってた。本当にごめんなさい、モノポリーなんだって。もう覚えた、一回間違えたからもう覚えた。みんな文字だからさどっち言ってるか分かんないけど、モノポリー、モノポリー、そうモノポリー、あまりにも考えすぎたら分かんなくなっちゃったから、ちょっとうん、みんなも気をつけてみてめっちゃ確認したのにねこれね、難しい。でもめっちゃ曲良かった、めっちゃ好きな感じの曲で、衣装もすごい可愛かったし、モノポリー私も早く踊りたいですね、この曲はね。アンダーの楽曲もね、そうタイトル出ていると思うんですけれども、それもねいい曲だから楽しみにしててねみんなっていう。そうだ、今日のさ10時だっけに公開でしょ MV。 私も楽しみにしてるの、それめっちゃ楽しみにしてるの。もうあの初披露の時の配信も私見てたし、見てさくちゃんに会った時によかったよって伝えました。そういいでしょう、うん、そう、推しのセンター曲さ、書き作っていうのかな、作書きっていうのがみんなはどっち派なんだ、なんかどっちの流派もある気がするんだけど、書き作って私は言いますが、書き作大好きなので2人のセンターを見れて嬉しいし、2人になんかぴったりな曲だったしっていう。書き作派、書き作派だよね、書き作ってカタカナで書くと可愛いよね、なんかカタカナな感じがして、書き作、そう、あ、みんな書き作、作書きも言わない、私だけ、私だけなのかもそう、いい曲いい曲。あとね、私的にこれはというのがですね、11月25日あと3日ですねの25時58分から TBS さんにて乃木坂46アンダードキュメンタリー託された誇り、こちらがね放送になりますので、みんな見てくれるの？どう？楽しみ？ありがとう。そう、ドキュメンタリーね。なんかさ、その本番の間とかも密着していただいたんですけど、どういう風になってどういう風に見てもらえるのかが私も全然想像がつかないので、すごく楽しみにしています。それはそう、完全版がね、そのアンダードキュメンタリー完全版っていうのは TBS チャンネル1に12月9日かな見ていただけるので、それももちろん見てほしい、完全版で本当は見てほしいよ、うん、どうなるんだろうね、めっちゃ楽しみっていう。そうそうそう、私のラジオタイムちゃんにもこう密着というかで撮影来ていただいたので、それもぜひご確認ください、お願いいたしますね。そう、私映るかな、映ってるかな映ってるといいなって思ってるんだけども、そう、うん、なんだろうな、ドキュメンタリーっていうだけあってね、普段なかなかこう皆さんのには伝えることのない思いとかも多分見てもらえるのかなと思うので、これは楽しみにしているんだ、私がめっちゃ楽しみなんだ。そう、映ってるかな、本当本当見てくれる、ありがとう。そう、え、映ってないかの、ないか、さすがにないか、でもなんかそう、映ってなかったらどうしようって思わないか、楽しみです。そう、そんな感じであります。皆さん、私とおしゃべりしたいことがちらり、アンダラ可愛かった、ありがとうございます。
すごいね、ミーグリとかでもみんなが褒めてくれたからすごく自信につながりましたよ。ありがとう、ありがとう。そう、お腹空いてきた。もうだって8時だもんね、そろそろね。私まだ夕飯まだ食べてないんですもん。アンダー MV 楽しみにしてて楽しみにしてしか言えなくてごめんね、ごめんね。ほんといいライブでした、ありがとう。はあどんなのだってまだ教えられないよ、それは楽しみなんだよ。そう、イタリアンレストラン行った、だって、2日か3日前にも行きましたね。大好きですよ、イタリアンレストランも中華レストランも大好きですよ私。そう、待ち遠しいよ、ありがとうございます。ヒント、ヒントなんてあげられないさ、ごめんね。みんなでも気に、そらそうだよね、気になるよね、ごめんね。でも教えられないんだよそれは、ごめんね。ほんとみっちゃんかわいい、ありがとう。そう、もう51分か、そうかそうか。なんか私に伝えときたいことありますか、他大丈夫でしょうか。トークのアイスは林と、どうだろうね、どうだろうね、そう。クリスマスさね、クリスマスなんだね、あと1ヶ月か。もうなんかクリスマスの曲を聴いたり、街でクリスマスっぽいものを見るとすごく苦しくなります。はい、幸せな人を見て苦しくなります。私はいいなぁとは、いいなぁと思いつつ、楽しそうだなと思います。すごくいいね。そう、みんなは予定ある、クリスマスみんな共感してくれてる。そう、いいなって思うよねクリスマスね。私も楽しいことないかな、なんかクリスマスね。そう、ミーグリね、そうミーグリありますから皆さん、私と楽しく過ごそうねクリスマスねそう、今のところ私の予定はお一人様です。はい、皆さんもそうでしょう、きっと仲間でしょう。ねえ、あ、仕事頑張ってください、大変だ。じゃあここで次回のメンバーに宿題を出したいと思うのですが、これはねすごい人に宿題出すのよ実は。誰だと思う、みんなわかると思う、私の大好きな人です。わかるよねそう、あ、ピンポン、次回、明日はねお休みなので明後日なんですけれども、次回のメンバーは遠藤さくらちゃんです。イエー、どうしよう、さくちゃんに宿題出すんだって、緊張しちゃうじゃん。そう、みんなさくちゃんにどんな宿題を出したいか、ぜひ案を教えてください。私迷っちゃう、すごく優柔不断で迷っちゃう人なので、皆さんのお力をお借りして決めたいと思っております。そう、さくちゃんだよ。なんかさ、そのさ、私に対してとかはさ、すごくもちろん書いてほしいさ、やってほしいさ、でもさ、ちょっと私だけしか嬉しくないからさ、申し訳なくなっちゃうからね。何がいいかな、クリスマスの予定聞いてって。でもさ、あなたと過ごすことは絶対ないから安心しごめんなさい面白くなっちゃった、失礼いたしました。書きますよ、ハートいっぱい書こう、さくちゃんへ。ほんとどうしようどうしよう、困っちゃう困っちゃう、好きなところ、でもさ、あんまり無理はさせたくないんだよ、私だってさくちゃんに大好きだからね。さくちゃんへ、ハート。何がいい、可愛い系のことをやってほしい、それともなんか私だけが嬉しいことにする、どっちがいいんだろう、ちょっと迷います。みっちゃん、みおちゃんにしよう、さくちゃんはねみおちゃんって呼んでくれてるから、みおちゃんより。あと、お尻触らせて、ありめっちゃあり、
だって私はまださくちゃんのお城触ったことがない。好きだからこそってあるよね、すごくね。わかる？その気持ち。ちょっと距離取っちゃうんだよ、好きだからこそ。ね。可愛いことしてほしいな。それもいいな。でもさ、あんまりなんかその難しいこと言わせたくないんだって。さくちゃんが辛くなっちゃうでしょ。二人でコンビ名をつけるとしたら、この人はね、私についてもさくちゃんについてもね、きっとあまり知らないんだと思います。私とさくちゃんはコンビ名がありますから、知ってください、ぜひ。そう、難しい、めっちゃ難しい。でも早く決めなきゃいけないんだよ。そう、あ、知ってくれてるんだね。エクボって言います。そうです、実はさくちゃんが私に写真集をくれました、メッセージ付きで。いいでしょう、自慢です、これは。ごめんなさいね。そう、猫耳つけてもらうの申し訳ないか、無理、それかわいそうか、無理。めっちゃ難しいじゃん。でも時間がないじゃん、決めなきゃ。私の何か、なんだろう、それも申し訳なくなっちゃうんだけど、私は、私とクリスマスどこに行きたい？それにしよう。過ごすならどこで何したい？ハートかけた、じゃん。さくちゃんへ、私とクリスマスを過ごすならどこで何したい？みなちゃんよりです。これ楽しみにしてよと。そんなこんなでね、もう間もなく終わりのお時間になってしまいますので、お話ししましょう。いいね、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ハートがすごい、いっぱい書いちゃった。そう、俺も行きたいな、どうかな。そう、夕飯決めてたって。まだ食べてないの？お腹空いてない？食べなね、ちゃんと。私はこれから友達とご飯食べるよ。そう、近い、ごめんね、私目が悪くてさ、離れてるとコメントが見えなくなっちゃうから、近くなっちゃうね、ごめんね。そう、クリスマス一緒に過ごそう。考えさせて、ちょっと。そう、あ、でもね、林じゃないんです。そう、違うんです。林以外にお友達いたんだって言わないでくださいね。だってすでに私は今日会ってから来てますから、林に。はい、そう、もう本当に終わりになってしまう。そうです。ごめんね、あ、おはげすごいよね、ごめんね、ごめんね。でも今日偉いから、私お風呂から入ってきたんだよ、ちゃんと。いや、当たり前って言わないでね、私だってちゃんと入ってるよ、本当だよ。信じて入ってるけど、入ってきた。そう、じゃあ松尾さんだ。あ、それはだから、違うかもね。そう。みんな私の友達すごい少ないと思ってるね。まあそうなんですけれども。そう。そうそう。高校の時のお友達ですよ。じゃあ今日はみんな私とお話ししてくれてありがとうございました。けん玉披露できて嬉しかったな。そして、あさってはさくちゃんの配信になりますので、みんな絶対見てね。そして私のこの宿題の答えも聞いといてね、しっかりとね。そう、じゃあ今日はありがとうございました。いっぱい食べていっぱい寝てね。バイバイ。